こんばんは。こんばんは。お疲れ様、お疲れ様。やっほー。かわいいハートありがとう。バラもありがとう。結婚してありがとう。暗い？部屋？暗いですか？ありがとうございます。こんばんは。皆さん今日もお疲れ様です。お疲れありがとう。鈴木もありがとう。ツインテサイ強ボハボハなんて結んでます。かわいいや。お疲れ様です。体調いかが？元気ですか？すごい健康観察怖い。ありがとう。ショールームの健康観察。はい、元気です。なんとかやってます。大阪、大阪頑張ります。小学生、小学生ぐらいの、そう、もう全然何も言えない。はい、元気です。大丈夫そう？大阪？2 days なんで。ありがとうございます。うん、なんとか頑張ってる顔してた。にゃんにゃん。最近の目標は乗り越える。あとはなんか完璧主義にはなりすぎないが目標です。ハート鈴木ありがとう。なんか自分すごい周りからすごい言われます。なんか自分が思うようにいかなかったら病むみたいななんか何ですか、自分の中の理想を求めすぎて、で自分の理想にならなかった瞬間にすごい病むみたいな、だかららしい。なんか特報あるのかな。ね、どうだろうね。ほら、もう発表することがないかもしれん発表したいのに発表するものがないみたいな
さんごありがとう。くまもありがとう。ね、なくない？なんか出そうなもんなくない？クリスマス？もうクリスマスのこと考える？まあでも12月、ちょっと早くない？だってまだ10月入ってないよ。新曲のタイトル？でもさ、新曲情報はそろそろあれだよね。だって11月1日発売ですからね。もう約1ヶ月ちょっとぐらいか。1ヶ月ぐらい。ハロウィン？ああ、ハロウィンね。確かに。ハロウィン。ハロウィンっていう存在がありました。でも10月の終わりや。ミュージックビデオ撮らないと間に合わない？そうだ、本当にそうだ、間に合わないぞ、本当に間に合わないぞ。どうするんだ。間に合うの？間に合わんかったらさ大変じゃない？結構だってさ、ユミンさんのさ卒業シングルだからさ、延期してる場合じゃないですね、本当に。ユミリンさんも卒業延期してもらうことになります。ハートありがとう。同時に延期になるから。もう撮ってるでしょってさあ、またありがとうございます。さあ、でもさ、聞いてほしい。 CD 出すのに、作るのに多分割と1ヶ月前までぐらいにはいろいろやり終えてないとダメなんだと思う、この感じ。今まで参加してきて制作の期間があるから CD、うん、そうだよ。ありがとう、鈴木。もう1ヶ月前だね。嘘がつけない性格？嘘、何でも言っちゃうよ。ダメだけど何でも言っちゃうんだから、いいでしょ。人狼ですぐ負けるタイプ。いえ、私は人狼はやらないタイプです。ありがとう。だってね、できない。んな、人を疑ったら喧嘩になるかもしれないじゃないですか。あなた人狼でしょ、違うし。喧嘩になるかもしれないからね。
平和。ありがとうございます。トランプ弱そう。七並べで鍛え上げられた。あ、SKE さんとの、あ、そう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 、なんか七並べの合同ライブもう1年間ぐらいお待たせしましたのやつなんですけど、そう決まりましたよ。いろいろと詳細え、そう、横浜です。横浜ですよ。ゼップちょっとね、みほりんがね卒業しちゃって、そう STU、 そうなの。しんどかった日々。いや、あれやばかったよね。七並べ合宿みたいなのしたもん私。マジで、あの、もうマジでやばかった。気を失ってた。七並べしすぎて、なんかもう本当に意識朦朧、もうなんか気づいたら意識飛んでるみたいな。ありました。と初見さん、中村舞です。愛媛県出身です。もう一回やってほしい、またやってほしい。なんで、こんな顔になっちゃう。ルールがちょっとルールだったね。私もね、あのね、やってその次の月は七並べをあまりプレイできなかったですね。なんかもう放心状態。ショールーム選抜の5時から配信してたの？どっちが辛いか。いや、どっちも結構やばかった。やっぱ限度があるよね。限度があるくない？時間、まあ今となっては結構いい思い出って言ったらなんかあれだけど、まあなんかそれも思い出みたいな、あんなこともあったなみたいな思い出ですけどね。ありがとう。
ショールームもね、なんか仕様が変わったので今キラキラが飛んでる。864日、ありがとう。いや、なんか1000日いくかな、100、あと136日ってことは4ヶ月ぐらい、嘘嘘、5ヶ月ぐらい。体調が悪いとできない。いや、そうやね。チケットあと6枚くらい。え、すごい、把握してる人がいる。そうだよ、チケットあと6枚ある。1週間ないぐらいで、4、そう、この間3日から休んだ。え、3日、4日、あと6枚あるよ。そう、この間そう9枚残ってるんだよねって言ったら、よく覚えてるね。ありがとうございます。でもね、みんなね、私が言ったこと結構覚えてますよね。なんか私が配信で言ったこととかよく聞いてますよね。すごい記憶力。買えないのか、チケット。買えないね。買えません、お金で買えないもの。プライスレス？何プライスレスって？プライスレスっていうの？かっこいい、なんかプライスレスなんですよ。プライスレス。ありがとう。プライスレスです。疲れた顔してるって言われた。疲れてないよ全然。多分顔色があんまないだけであって、血色がないだけじゃない。ほら、こんなに目も開くし。めちゃめちゃみんなが私のね、体調すごい心配してくれるんですけど、めちゃめちゃ大丈夫ですよ。喉が、喉ってか、もともと鼻炎持ちなんで、この辺がちょっとしんどい時あるけど、鼻のどらへんが。体自体は結構普通に元気。ありがとう。鼻炎、そう。
治らない鼻、そうなんですよ。交換してくださいどなたか鼻をトレードしましょう。なんか私のルームの人鼻炎の人多いんだけど、みんな鼻炎マジでマジでみんな鼻炎なんだけど、鼻炎ですよみたいな、交換しても鼻炎です、私も鼻炎ですみたいな、鼻炎なんで無理ですみたいな、めっちゃみんな鼻炎なんだけど、鼻炎ルーム、鼻炎も似たの推しに似るって、鼻炎、みんな鼻炎らしいよ。アレルギー、アレルギーの人もいっぱい。俺は畜の。やばい、みんな何かしら鼻に鼻やられてる。秋だから花粉飛んでますか？なんか飛んでるのかな？そんなことない。秋のせいじゃない。え、わかるよ。ブタクサってなんか項目にあるよね、あのアレルギーの検査の。もうその反応が出たことないよね。いいね。あ、新米の季節やもんね。そういうこと？ヒノキ？ススキ？花粉始まってますよ。いや、そ、自分花粉？花粉なんかな？分からん。目がしばしばする。え、私しばしばせん。じゃあ違うかも。今日もカメ出た？いや、それがさ、あのショールームでカメムシの話したじゃんか、2日前か3日前忘れちゃったけど、そんぐらいに。そしたらさ、そこからあんま来なくなったんだよねカメムシあんまり訪問しなくな、なんかそう、リネタンのさ、ツイッターてか X ね、見てほしい、本当に。もうリネタンのなんか文章がもう本当にもうおもろすぎて、どういうことって思いながら、めっちゃ面白い。リネタンのな、その文章どうやって書いたんってぐらい面白い。いや面白い。カメムシが出て、そう、マネージャーさん呼んだらしい。マジでね、あのなんかね、本当にあの、ま、真面目にあのこう一個一個理解しながら読まないといけないんですよ、あの投稿は。
きありがとう。句読点何ない句読点でもね、なんかね、めっちゃおもろいよ、ほんまに。内臓のツイートも、そう。なんか、だから、なんか家での話題が、なんか、リネタのツイッター見たって姉に言って、見たよ、みたいな。内臓でツイートじゃらーみたいな感じで、食卓の話題はリネタのツイッターの話題見た？めっちゃおもろいよなって。ねむねむにゃんこ？ね、なんかさ、ねむねむにゃんこってさ、私リネタンだけが使ってると思ってたんですよ。ねむねむにゃん、なんかリネはねむねむにゃんこみたいな、みんなもねむねむにゃんこみたいな、よくなんかそう言ってて、リネタンだけが使ってると思ったら、なんかこの間そのツイッター、ボス、あの X 見てて、そしたらあのイコラブさんのなんかLINE スタンプが出たみたいな感じで、こういっぱいバーってあったんですけど、そのイコラブさんの LINE スタンプの中にねむねむにゃんこっていうやつがあったんですよ。で、みたいな、私リネタンだけがねむねむにゃんこ使っとると思ったら、イコラブさんの LINE スタンプの中にねむねむにゃんこ、なかったねむねむにゃんこみたいな。これはこれは本当にそういう言葉があるんやと思って、ありがとう。いや、もともとあるんやと思いました。ありがとうございます。キロとか使ってる人おる。なんなんキロって。なんかその小文字、あとなんかさ、私よくわからんのがさ、まるまる。〇〇3チームみたいな、〇〇3チームってよくそういうのも聞くけど、あれもなんなんかな。私なんかそういう、そうそうそう、この3チームみたいなやつ、これもなんかさ、なんかよくそういうツイッターとかでしか見んないんだけど、ニキ、あ、なんかそれはあれじゃない、兄貴と姉貴のあるやんね。ついてけん、私もちょっとついてけじゃない、アニメから来たん。そうなん、マイキュー2期、いやマイキューは2期だから、マイキューは兄貴じゃないからどっちかといえば姉貴だから。ネット用語、怒るよ、もう兄貴、兄貴じゃありません。
ジェネレーションギャップ、私も感じてるよ。マイケも言葉作って不縁私の私発祥の言葉不縁。ふえん、ふえん現象本当にあるらしいから。いや、ありがとう。とってありがとう。流行んないわ絶対。会社で困ったことがあったら泣こう。うえーん、ありがとう。貯金が増えん？それは本当に増えんだね。ダブルで増えんだわ。ありがとうございます。よいしょ、うんうん、貯金好きだね私。貯金いくらですか？あの人参が3本ぐらい買えます、そんぐらいです。直球な質問が来たわ。高麗人参、それ重要？高麗人参が買えるかな、なんか普通のあのオーソドックスな人参、高麗人参って何？なんかいい栄養ドリンクとかに入ってそう。漢方？高麗人参だと話が変わる。高麗人参一本いくらなんですか？高麗人参は多分買えない。そんな高いの？高級？めっちゃお高い人参。そうなの？でもさ、八百屋に売ってないよね、あんま。めっちゃ高いよ。そうなの？何万円？そんな人参があるんですか？八百屋に高麗人参はないでしょ。
ちょっと高麗人参はちょっと分かりませんね。ユンケル、あの風に効くやつや。食品というより薬だね。へえ。食べたら健康になるか。へえ。じゃあちょっと高麗人参は買えません。私のチキンでは高麗人参は買えませんね。買えないの、買えないにも、そんな。うん、宝くじ当たんないかな。なんかのきっかけでボーンって、まあ買ってないんですけど、買わないから当たらないんですけど、宝くじ当たんないかな。当たったら少しください、あ、なんか当たったら少しくださいっていうような人がいっぱい現れるから、当たったことは絶対に言うなってお母さんに言われたんですよ。なんで当たったとしても言いません。まあ買ったことはないんですけど、宝くじ買ったことはないな。お母さん当たったんかな。え、もしかして何なら買った、あのスクラッチならあるよ。スクラッチあります。スクラッチなんか一回スクラッチにめっちゃハマった時があって、スクラッチはね、あのなんか結構気軽にできるんですよ。なんで200円とか300円とかぐらいからできるから、でしかもあ、なんか外れは確かに多いけど、当たらないこと多いけど、ちょっとした当たりは全然、そうそう、なんであの200円300円ぐらいの買って、200円300円全然返ってくる時はあるから、その買ったのが返ってくるみたいな。し、なんか削る楽しみみたいな、もうなんかで一時期、うん、今はもうコメントないけど気づいたんですよ、プラスになることがないって。何かのなんか運命みたいなものがない限り、何削る専用って、コイン1円とか10円でやってたよ。カリ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 、途中でやめたらずっとマイナスのままだよ。お、ギャンブラーがいるね。ギャンブラーがちょっと、そうだよね、買い続けないと。お金じゃない夢を買うんだよ。いや、それはわかる。このドキドキ感を買ってるんですよね。
やばい、なんか私は違いますけど ありがとう。毎回金額決めて、決めて買ってるよ。いや、それだったらいいね。なんか計画的。最近ガチャガチャやってない？やってない、やってないは嘘けど、あんまやってない。本当になんか見に行くけどやらないみたいな、あの何があるかだけは見に行くしチェックもしてるけど、なんか ほぼやらないよ。やるときはあるけど本当にたまにしかやらない。ほんと やるときはやるよ。やるときはやるけど、やらない。そんなに。ほんとに。なんか、前は、ほんとに、ちょっと欲しいと思ったらいっぱいやってて、そしたら部屋に物が増えて、そしたら、その物を、部屋に来たお母さんが、これはいるんですか？って言われて、お母さんに。で、ってなって、なんかそこでハッとしたんですね。私はいるんですかって言われた時に、え いらないっていうか、なんか困るよね、物が溢れすぎて。やばい、めっちゃ溢れとる。この間さ、夜になんかまひなさんと電話してたんですよ。で、そしたらなんかお互い部屋を見せ合おうって話になって、なんか物が多くて片付かないっていうお互い悩みがあって、でお互い部屋を見せ合おうって言って、お互い写真を撮ったんですよ、部屋の。でそれを送って、私の部屋今こんな感じですって、でまひなさんもこんな感じって感じで、でも多分お互い物が多くて片付けられないタイプの、そう、その部屋で深夜に電話しながら片付けして、そう、見せ合って、でお互いで安心して、なんか一緒のタイプだよねみたいな。そう、共感して、安心して、片付けてるよ。やばいの。布団派？そうなの、私もうあれなんですよ、もう本当に明日の部屋布団敷いたら、あのもう足の踏み場がない。そうなんです、そう、そもそもね部屋がめっちゃ大きいわけでもないんだけど、
出た、万年どこ出ました、出ました、はい、万年どこ出ました、万年どこ、万年どこ、うるさいなんだ万年どこ、万年どこじゃないし。でも私ね、まあ人参がまあ100個ぐらい買えるぐらいになったらマットレス買いますわマットレスに移行したいんだよね。マットレス、え、いいよね、絶対マットレスベッドにして、え、ベッドの上にマットレス、え、万年マットレス、え、マットレスって畳めるの、え、畳めんよねちょっと待って、どういうこと、え、畳めるの、え、そうなの、畳めるタイプ、え、こんな分厚いのがいいんだけど、うん、裏返す、え、うん、マットレス三つ折り、万年マットレス、なんなん万年マットレスって、そんなみんな万年ベッドやんけ、そうやんね、怒ってないよセンチぐらい、え、違う、私がもっと想像してるのは私の顔の幅ぐらい、こっからここぐらいの幅のなんかボヨンボヨンみたいな、モーターベッドじゃないよ、違うよ、顔何センチ、ちょっと分かります、測ったことない、合う合わない分かれそう、確かにね、ベッドに乗せないと床が痛むので、そうなの、なんかさっきからすのこ、すのこじゃない、何、なんか敷いてみたいな人がいる、硬いのか柔らかいのか、ベッドに関しては硬いのがいいかも、硬め、柔らかすぎない硬め、枕は、枕はうん、あってもなくてもどっちでもいいかも枕でしょ、枕は、うーん、なくても、なくても寝れるよね、まあ、あったら嬉しいけど、
枕ね。枕プレゼントしてあげようか。いや、枕プレゼントもらったことありますよ。なんか結構日用品プレゼントでいただいたりすることもあります。 OK なの？ OK よ。え、さあこれ言おうと思ってたんだ。そう、なんかさ、夏服、そう、この間事務所に取り行ったら、そう、プレゼントもらいに行ったの。そしたら夏服がまだあって、うわ、これ着れるかなとなって、時期的にで、ちょっと来年着るかもしれないのでちょっと着てないじゃんかって、あの、思うかもしれないんですけど、来年着てるかもしれないんで、はい、ちょっと間に合わなかったっていうね。そうなんですよっていうのを伝えとこうと思って。すぐ届かない。いや、それに私が取り行けてなかった。寝かすタイプ、え、でも私好きなよ、寝かすタイプ。服をその何年後、2年後ごとに着たりすると、なんかその、その時には売ってない服とかじゃんか。だけどさ、周りと被ることがないけん寝かしたい。でもちょっと流行りすぎるんかな、寝かしたら。結婚してハートありがとう。うん、熟成。リオちゃんにあげた服、見たよ、リオちゃん服着てくれてた。そうよ、あれは私が買った服ですよ、リオちゃんにあげた服。前にお話し会できたかも。お父さんにプレゼント、お父さんに服プレゼントするの。あの、私が着てた服をね、なんかお父さんが、私のこの愛媛いるんですけど、お父さん広島の家に来たらなんかくれって、なんかすごいなんかくれみたいな感じなんですよ、本当に。いつもなんか着るものをくれみたいな。だから、あの、私の T シャツとかあげたりとか、そうそう、 T シャツとかだよ、そう、まあ、パーカーみたいなとか。さすがにスカートは履いてないですけど、なんかくれって言ってくるの。だからサイズ合う、あの、ぴったりしてなかったら、私が結構大きめの服とか着てたら合うかも。あと、この間おじいちゃんにもあげました、私の着てた服。おじいちゃん、なんで、あの、で、うちのお父さんのお姉ちゃんも着てて、だから私のおばさんに当たる人も着てて、なんで、あの、私の服を着た家族がいっぱいいる。みんなですよ、着用。お母さんにも、お母さんにも、そう、あげ、そう、お母さんにもあげてるわ。お姉ちゃんとは結構貸し借りする。こうしてありがとう。お
俺も来たいね。なんかさ、おきちゃんがさ、なんかさ、ファンミーティングでさ、服あげてなかった？そんなことない？なんかさ、みんなに服みたいな、なんか服じゃないか、なんかわかんない、私物あげるみたいなね。え、スカートもらってる男性いた？え、ちょっと大丈夫ですか？何履くの？ミニスカ？やばいよ、やばいよ。いいね、でもなんかプレゼントみたいな、いいね、いいねと思った。いや、スカートとかはさすがにちょっと無理やけど、うん、なんか作るとか。え、ください。あー、え、いりますかそんな。いらんでしょ。いるの？天物？まあ確かにそれはそう。なんかくれ。うちのお父さんや。なんかくれ。ほら、58分、ありがとう。ちょっと待って、タワーのお礼も今じゃするわ。一人だけ、東京のファンさん、ありがとうございます。ちょっとタワーのお礼を。これ可愛くない？ありがとう。東京のスワンさん、ありがとうございます。この片手で2本持つペンライト。ちょっと待って、大丈夫。はやりんごさん、やまちゃんさん、N2F さん、なんばのひさとさん、亀吉さん、ゆずきちさん、シーサーさん、きなぺこさん、福太郎さん、まささん、ひろさん、ふっちゃんさん、かまねパパさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。わあ、ありがとう。また明日、また明日。おや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 、おやすみ。また明日。グンナイ。